はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン、ローリングスさんから2023年春夏新商品のご紹介でございます。プロプリファードウィザード01、2023年限定モデルの公式外野仕様でございます。それではどうぞ。はい、じゃあスタートしますね。プロプリファードシリーズから限定モデルが発売されました。こちらのモデル、特徴は限定モデルということで、限定モデルのカラーのラベルとこのスタイル B87 スタイルですね。こちらが鈴木誠也さんの肩になります。大きくはその2つが特徴ですね。じゃあこの鈴木誠也さんの肩、どんなところが特徴かというと、サイズ感、軽量感にあります。こちら12と1/4、 12.25 の小ぶりのサイズ、ウェブは軽量なダブルポストダブルバーのジョイントタイプですね。こちらのグラブ、コンセプトは走れる外野手のためのグラブということです。最大13インチまでルール上許されてますが、大きいグラブは重くて走りづらいね。足の速いスピードのある選手はなるべく軽量にコンパクトにして足で走って追いつけばいいということで、走れる外野手というのがこのコンセプトになります。それでは詳細見ていきましょうね。プロプリファードですから、キップレザーでございます。公式外野仕様 GH3PWB87MG、 見た通りカラーはキャメル、 12.25 インチでございます。状態税込み 61,600円ですね。ウィザードシリーズですから、ジョイントバックストラクチャー、ミドルガセットにより球出しのしやすい、もうキュッキュッキュッってこう掴めて球出ししやすいっていうのは、ここもうこう使ってねっていうね、決まってますからね。そのシリーズになります。ウィザード01と、ここに刻印がありますね。ポケットからいきましょうか。この上質なキャメルの切符、綺麗でしょう。ヒールは純巻きダブルパームレースで、しっかり奥で掴める、こういったシェイプでございます。親指側、3本掛けのサムループに、ロングサムループになってますね。ここ結び目ありますからね、やや前傾した親指、先ほども言いました軽量なダブルポストダブルバーでジョイントタイプ、ここかぶせじゃないですね。なるべく軽量にということの意図が感じられます。かといってここね、ジョイントのところ3連の閉じになってますから、しっかり耐久性は確保していると。背面行きましょう。白の綺麗な切りはみに背面レースですね。ここガセットが入る部分、若干広くなってございますね。はい、パウパッドのモコモコのムートン、これは今まで定評のある交換式のパウパッドというふうなことになります。で、ライニングなんですけど、ライニングはジャパン HOH レザーということで、耐久性を重視しながら、指部分はソフトステアを使って柔らかい指当たりでございます。こちらはフィンガーシフト推奨の仕様、つまり小指2本入れ推奨のスタイルになりますね。小指側、ザ・ゴールドグラブカンパニーの刻印が薬指の外側で、ピンキーループはジョイントバックストラクチャーですから、一本掛けで縛るタイプになりますね。いかがでしょうか。限定のラベルを配した鈴木誠也さんの肩、 WBC 活躍するかなね。限定キッププロプリファードウィザードということでね、今日はおすすめで紹介いたしました。もちろん本人とは色が違います。これはね、高校生の方でも使える規格のグラブに仕上がってございます。はい、いかがでしょうか。ローリングスさんからの人気のウィザードシリーズから2023限定モデル、鈴木誠也さんの方の外野手用グラブ、走れる外野手のためのグラブでございました。それでは皆さん、さようなら。
トゥクトゥーントゥクトゥーン。この間なんかの番組でタイガースとジャイアンツのヤジ合戦のやってましたまあその一区間でしたけども、いつもとっていうやつ、それはあそれ声ダメね、声ダメ、だからそういうのは平気で自分の裁量で勝つするじゃないですか。ほんで僕がおいよ、じゃあこれちょっと入れるよ、入れるよ、じゃあやめましょうやめましょう。そうでしょ、巨人の名誉にかかるから。違うんですよ、違う、実はその方、うん、僕のお姉ちゃんあんまみんなキャキャ言うじゃないですか、うん、姉ちゃん全然昔からファンじゃないですよ、昔からですよ。あ、姉ちゃんそうだ、岡田監督だったもんね。姉ちゃん岡田監督です。もうランディさん姉ちゃんめちゃめちゃ期待してるんで。ただ、うん、ちょっとこれ本当ちょっとまたちょっと発言するとまた難しいのかもしれないですけど、うん、この間、うん、ジャイアンツとタイガースが同じ日に、はいはい、ユニフォームの発表があったんですよ。ーサードユニフォーム、サードとか、みんな無事つけるやつね、サードユニフォームのが発表されてて、うん、でタイガースってウルトラの夏っていう名を名乗ってですね、去年だとここに消化で虎の絵が描いたユニフォームとか着てたりとか、大阪のおばちゃんみたいなやつ、ね、そうです、うん、で一個前だともう真っ黄なやつになんかすごいとかあったんですよ、うん、で今年なんか変な宇宙空間みたいな、ウルトラの夏で、で大山選手と、はい、佐藤輝明選手がこうやって、はい、こうなんかやってるとして、なんかモデルで、ね、やってて、うん、でまたまたそれが我々がネットで見える、うんうん、で姉ちゃんにすぐですね、ちょっと阪神のウルトラの夏今年これだってとかって言う話で、これはきちいなと、これはきちいなとか、応援しづらいぞ、去年の虎よりきちいぞみたいな話で、姉ちゃん喜ぶね、ところでこれ岡田監督着るんだよねとか言ったら、これは似合わんだろうっていう話でですね、ランディさん盛り上がってましたので、すごいな、はい、ランディさんもぜひウルトラの夏のユニフォーム着てですね、今度石原スポーツさんに登場してもらいたいなと思ってます。そっか、ランディさん、ランディさん思い出したけど、はい、この前ほっと思い出して、はい、六甲おろしのさ、はい、オマリーさんが歌ってるやつ知ってる？オマリーってトーマスオマリーですか、うん、ヤクルト行って、阪神ヤクルトかな、うん、ヤクルト阪神か、違う阪神ヤクルトだ、うん、はい、CD 出してんだよ。オマリーがですか、うん、それがねめちゃめちゃね、はい、おもろい、また今度聞いてもらおう。でもオマリーって、うん、あ、出た。あ、これちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ。こういう構えのオマリーですね。ああ、もう一回。ちょっとこっちにカメラ向いてないと分かんないです。そうですか。なんか、ちょっとこういう前傾姿勢。ああ、そう。はいはい。オマリー。ヘルメットがちょっと浮いてる被り方の。よく覚えてる。トーマスオマリーです。知ってます。めちゃめちゃ音痴なんですよ。へえ。あ、そうなんですか。俺、ラジオで最初。でも95年のヤクルトの優勝の時には主力でいましたから、阪神はそのちょっと前ですね。あの時強かったよ。結構ね。はい、でもオマリーと一緒にパチョレックっておったんですよ。あ、パチョレックね、はいはい、名前で覚えてる、はいはい、変な名前と思ってさ、はいはい、うん、パチョレック、いや今日もよく喋りましたね。今日なんかやっぱノックバットも持つと調子がいいね、はい、ああ本当ですか、弁舌からやから、ああ本当ですか、うん、やっぱそれ用意しとこう、キャンペーンガールの話しましょう。だから石原スポーツさん、お越しいただいた時はですね、ぜひこのですねいちごポッキーノックバットをですね手に取って見ていただければと、私展示品で置いておりますので、はい、はい、思いますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ということで今日はノックバットの話から競馬の話になったりいろいろ話になりました。ありがとうございました。もういいですか。もう今日はちょっとこれで私仕事がたらふく溜まっておりますので、まだ高木さん来ないですか。いいですか、今日はこれにて失礼させて。あー高木さんかわいそう、逆バージョンもありますから。あ、そうですね、言い残したことはないですね。言い残したことがあるとするならば、石原スポーツさん自分だけ綺麗な感じにしないでくださいねっていう、いいよ、映らないところでもうむちゃくちゃ言ってますから。またことない。いやいや、それはいいんですけど、うん、とりあえずちょっと先週もやったでしょ。いや違います。電車の中でムクムクとって、あれ危ないっすよ。気をつけないと。書いてあったんだ。いや、もう本当にね、ちょっと確か僕これ、うん、良い子に見せるチャンネルだって聞いてるんで、まあその大人のね、いろんなことを教えるのも確かに社会勉強ですけど、まあその年相応っていうのがありますからね。そうですね。はい。いや俺はね、はい、教育テレビを狙ってるから、はい、子供向けに作ってるつもりなんだけど、はい、その割には大体一番目に現れるの河野さんですからね。子供見てないっていうの。本当ですよね、うん、僕も子供向けに喋ってるんですよ、こうやって。そうね。でさっきどうです、うん、僕がこうやってやって、でこの時に手はこっちなんだけど、うん、ノックバットをかざして、うん、
子供たちに声かけ、はい、いい声かけしてませんでした、さっき。よかったよかった。そうです。あそこ一番よかった。はい、あそこメインだね、今日ね。はい、で、たまにはですね、で、これポイントなんですけど、うん、でやって、たまに英語一個入れるんですよ。はもういきなり、英語ああ、That's the pretty! とか言ったり。そう、わかるの子供。いや、わかんなくていいんですよ。英語ですから。あはい、でそうすると子供は、うん、先生がザッツザプレンティって言ったけど何なんだって言って、うん、なんか友達同士で喋ったりすると、うん、今のご時世ですからこうやって調べるわけですよ、うん、そしたらあ勉強になるの。そうですそうです。そしたらお前は最高だって意味なんですけど、そしたら調べてお前が最高だって言われたっていうのが嬉しいじゃないですか。だから Hey! You are crazy! そういうのはダメでしょ。ダメなの、はい、うん、もうそういうのはもうなんかそのあまりにも知りすぎてて、あそっか、はい、俺ってクレイジーなんだみたいな感じになっちゃうんで、分からないのがいいんです。分からなくていいんだけども調べたら嬉しかったみたいな、はい、やっぱそうやってねこう気持ちを駆り立てなきゃ。なるほどね、はい、ありがとうございました。もういいですか。もう十分でございます。もう納得しましたか。もう納得しました。もうこれエプロン脱いで帰ります。また何か言ったら喋るでしょ。いやいやいや、もう喋るでしょ。喋らない、喋らない、はい、でもいろいろ喋りたいんですけどね。ね、あいいよ。いや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 、もうダメです。もう2時20分です。はい、ありがとうございます。雪なんでね。そうです。今日はごめんなさい。ないショートバージョン、はい。今日はしょうがないです。もう仕事が火水仕事で僕できてませんから。あ、すみません。はい、はい、お願いします。はい。それでは皆さん。さようなら。では、石原スポーツ杯ゴルフ大会のですね、参加者募集しておりますので、ぜひですね、参加ご希望の方はですね、お問い合わせいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。優勝カップ作らないとな、もつまり。優勝カップは私の方でですね、石原スポーツさんの、と AT さん協賛のお金で作らさせていただきますので、よろしくお願いします。本当？で、なんとですね、優勝の方はですね、高木さんから僕連絡もらっておりまして、はい、高木さんにお願いしてですね、ネクサスさんの好きな方の直筆サインをちょっとプレゼントいただくという。言っちゃったよそんなこと。ゆうちゃんさんだから参加しないといけませんよ。ゆうちゃんさん頑張って練習しないと、はい、なんで喋るじゃないか。でも高木さんはもう勝って優勝決まってるんで、うんうん、高木さんはもうなしなしなし、うん、高木だから高木さんに勝つレベルまでなんてそんなのダメなんで、話にならないんでつまんないんで。あれ5人で回っちゃダメなの。ダメです。なんで知らないです。聞いたことないです。5人なんて。いやだから5人で入って高木さんは先生だから、はい、スコア関係なく、はい、あ実質4人だぞみたいな。そうそうそう、そしたら4人、はい、AT さん、はい、G さん、はい、俺ランディさんでいけるじゃん、はい、あゆうちゃんさん、あゆうちゃんさん6人か。だからそうすると 3-3 に分かれなかったんですね。分かれるとさグループ変わっちゃうとなんか喋れないもんね、はい、まあ確かに、うん、まあでもいくつだったいくつだったみたいな。ああそうか、はい、あでもあれか、今回予選からやればいいのか。ああそうですね。ああなるほどなるほど。今日の4組はっつって。ああ確かに確かに、うん、はい、次の4組は今で。ああ楽しみですね。でそれなら僕ちょっと仕事休んででも行きたいですね、うん、でスコアで、はい、スコアでやって決勝戦、はい、分かりました、うん、じゃあちょっと待って分かりました。何、私もちょっと参戦します。AT さんに負けるとちょっといろいろあれなんで。都合悪くなったらさ、はい、あちょっとお仕事言われてるんで社長に変わります。ああいいですね、うん、分かりました。あれもう俺バイバイしましたよね。したした。ああ、じゃあすいません、ありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあはい、来てください、来てください。はいはいはい、はい。切らないで喋っちゃう。はい。